はい、それでは続き遊んでいきたいと思います。カーブさんに話しかけましょう。早速出発か。気の早いことで。また振り回される。振り回されたいの間違いじゃねえの？お前ほどじゃないさ、ガブ。え？潜入するにはいい頃合いだ。行くとしよう。構成は？ドミナントだけで行く。ほう？ほう。それじゃ3人だけで？戦をしに行くわけじゃないんだぜ。マザークリスタルは国の要だけに警備も厳しいからな。少人数で潜るに越したことはない。それに最悪の場合、俺たちなら召喚獣になりゃいい。俺はまだ力をつかめてない。イフリートになろうとしてもなれないかもしれない。ドミナントなら覚醒と同時に自然と使いこなせるもんだが、お前は事情が事情だからな。でもクライブにはフェニックスの祝福がある。それにガルーダの力もな。確かに奪いますもんちょっと。そもそもお前の剣の腕はロザリアのお墨付きなんだ。なら万が一にも自分の力でどうにかできるだろう。また適当なこと。足がつかないようにばらけて向かうぞ。ノースリーチで落ち合うとしよう。うん。遅れんなよ。二人で行くんですね。シュドさんだけ別行動。トルガルさんは一緒についてきてくれるんですか？ここ？ノースリーチ。いや、メインストーリー、まあ、一旦メインストーリーだけ進めていきますから、やっぱストーリーはめっちゃ続きが気になるんです。シドたちとはノースリーチで合流だったな。おう、じゃあここに食べましょうか。どんどん進めていきましょうかね、今日は。はい、綺麗だね。一人。あ、トリガルさん。お、なるほど。3人バービスコールだったか。え、トリガル。いやー、めちゃくちゃ綺麗よ。お、早い、トリガルさん。おい、アベリティポイントゲットしておきましょう。このままこっちに行けばいいんですか？行けそう。ああ、めっちゃ綺麗。クレールビュー見えてきた。ノースリーチだ。協力者のマダムは娼婦だと言っていたな。マダム探してみよう。はい、マダム探してみましょう。顔だなんて大胆。人違いだ。人違いだ。いい香り。私がこの花を好きだって覚えてたのかしら。香り袋か。シドよりもオットーの方がよっぽど女泣かせだったりして。あなたはどう思う、クライブ？やっぱりあんたか。ほう。
私はイサベル、ノースリーチの召喚、夜の帳の主人よ。シドのところの新入りさんでしょ。夫から知らせを受けてるわ。さあついていらっしゃい。ついていらっしゃい。どうしてシドのやつに協力を。シドとはもう長い付き合いでね、昔ちょっと大変だった時に助けてもらったのよ。この町で商売を続けていられるのも全部彼のおかげだから、その仲間には親切にするって決めてるの。それにあれ、ここはコート前の最後の関所。ベアラー一人では決してあの門をくぐることはできない。でも私ならあなたを門の内側へ連れて行ってあげられるでしょ。なるほど、中に連れてってくれる。どうやって。確かに夜の女王って何、恥じないくらいのことはできるつもりだから、無事に関所を抜けたら一つ私の頼みを聞いてちょうだいね。おい、はは言ってる。ダルメキアの品物まで。何を買うか早く決めてくれよ。何をするつもりだ。そんなに不安にならなくても平気だから。俺がベアラーであることはこの刻印でおのずと知れる。下手に隠すと怪しまれるぞ別に隠す必要なんてないわ、うん、普通に言って普通に通り抜けるだけなんだもの。これはマダム、お帰りですか。ええ、今晩の支度をしなきゃ。ところでそちらは誰です。私の新しい用心棒なの。なるほど。どう、かわいいでしょ。マダムの番犬とは羨ましいね、色男。じゃあもう行くわ。またうちをごひいきに。待て、お前まさか。何、やっぱりベアラーかよマダムに拾われるなんて運のいいやつだな。ほらさっさと行け普通に通り抜けれましたね。すごい。ほら無事に抜けられたでしょ。まったく肝が冷えたこれくらいは簡単よ。ノースリーチに勤める兵士はうちの一番のお客だもの。それにここは私の町、罪さえ犯さなければ大抵のことは何とかなるわ。さあ次は私の番ね。詳しい話はお店に着いてからにしましょう。どんなお願いされるんですか。仕方ない、協力するか戦に出る前マザークリスタルじゃないですか。あれ、私と素敵な思い出を作りましょう。ええ、わかったわ。お客様に粗相のないように。おかえりなさい、マダム。ただいま。マダム、お戻りで。遅くなったわね。ようこそ、クライブ。ここが私のお店。
夜の帳よ。夜の帳よ。あ、すごい。お月様の、あの、なんだろう、入り口の。無事に関所を抜けることができた。改めて礼を言う。ありがとう、マダム。二人の時はイサベルでいいわ。クライブは律儀なのね。シドとは大違い。イサベル、あんたの頼みというのは、シドたちと落ち合うまでに片付くことならいいんだが。シドとお嬢さんは、うちの子が順に案内する手はずよ。なるほど。関所を抜けるには、もうしばらく時間がかかるわね。それまで人探しをお願いしたくて。実は、少し前から、娼婦が一人、立ち犬が行方不明になってるの。うん、壁の外側に出た様子もないし、何かに巻き込まれたとしか思えないわ。どうも人探しには縁があるな。分かった、やってみよう。ありがとう、クライブ。そうだ、これを受け取って。まあまあ、確かにこれがないとベアラーなんで、信頼の証ってところよ。ベアラーが出歩くなら持っておいて損はないから。確かに私はこの後鉄の酒だる亭で用事があるの。何か分かったら知らせに来てちょうだい。鉄の酒だる亭。娼婦たちに話を聞いてみるか。あら、そのブローチ、マダムのお使いかしら。タチエヌという娼婦を探している。知っていることがあれば教えてほしい。タチエヌ、まだ戻ってないのね。私がもっと話を聞いてあげてれば。彼女と話したのか。ええ、いなくなる前日に、うん、マダムからいただいた櫛をなくしたって、ずいぶん塞ぎ込んでたの。あの子、母親を早くに亡くしたから、マダムのことを本当の母親のように慕っててね。鶴草模様の入った古ぼけた木の櫛だったけれど、とても大切にしてたのよ。マダムの櫛を。そうね、タチエヌと一緒に暮らしてた子なら何か知ってるかもしれないわ。池の前で休憩してるはずだから、彼女に話を聞いてみて。わかった、当たってみる。タチエヌと暮らしていた子か。まあ、さっきの、またもう帰りなさい。あら、あなた、マダムの新しい用心棒でしょ。ブローチを持たせてもらったってことは、何か仕事を頼まれたのね。タチエヌと一緒に暮らしていたと聞いた。彼女に変わったことはなかったか。ああ、彼女のこと。人と会うと言って出て行ったきり、戻ってこないの。やっぱり、あいつと何かあったんだわ。あいつ？あの子の客でザンブレクの兵士なんだけど、最近立ち犬をつけ回してたのよ。店の外でも構わずちょっかいを出してきて、あの子すごく我慢してたわ。でもマダムには迷惑かけたくないから黙っててって。何でもいい、その兵士の特徴を教えてくれ。確か右目に傷があったはずよ、うん、訓練中に怪我をしたと言っていたから。右目に傷。ありがとう、探してみる。絶対に立ち犬を見つけてね。こんな形で別れるなんて嫌だからさ。ザンブレクの兵士、軍の訓練所を当たってみるか。今夜こそうちに寄ってちょうだい。おい、そこの君。サブクエストする。なぜ壁の内側を見上がる。毛皮らしい。ああ、すごい。ほら、あれマザークリスタルですね。すごい。今日も夜の帳に顔出すか。当たり前だろ。体の隅々まで癒してもらうさ。ここに駐屯している兵士の中に右目に傷のある者はいないか。なんだ、
ベアラーの分際で人様に声かけやがって。バカよせ、よく見ろ、こいつはマダムの用心棒だぞ。夜の帳を敵になったらどうすんだ。右目に傷ってヤニックのことだろ。あいつならしばらく見てないよ。ああ、ここらで商いをしている行商人に用があるからって少し前にムーアに行ったままだ。そうか、参考になった。ほう、ムーアか。行く前に一度イサベルに報告しておこう。確かに。クライブ、彼女のこと何か分かった？ああ、報告することがある。うん、まあ、今の話を伝えたんですね。立ちえぬがそんなことに。彼女をつけ回していたヤニックというザンブレク兵も姿を消している。その兵士は行商人に用があるとムーアへ行ったそうだ。俺もこれから向かう。そう、でもムーアとは厄介ね。なぜだ？あの村はベアラーの扱いが特にひどい。あなた一人で探るのは厳しいかもしれないわ。それにコートの目前で無駄な騒ぎを起こすわけにはいかないでしょ。ムーアへ行ったら厩舎にいるベルトランを訪ねて。彼は私の仲間よ。きっと力になってくれる。ベルトランだな。分かった。でも行かせるんですね、一人で。どこにあるの？おう、まあ、のんびり歩いていきますか。こっちってことですか。ああ、いや、すげー。この辺りは穀倉地帯か。以前は気にも留めなかった。なんかいますよ、チョコボール。戦ってもいいんですけど、まあ普通に。ベアラーども、仕事は終わりだよ。うわ、農民の人だいぶベアラーに扱いがひどいって言ってます。明日も忙しいんだ、とっとと引き上げな。確かに。なんか困ってる人いますよ。キビキビ動けよ。またあそこか。大事な買い入れ時だってのに倒れてないで立て、このベアラども。いや、確かにだいぶ扱いがひどい。ここはベアラーの扱いがひどいと言っていたが、彼女の仲間に話を聞いてみよう。あの黒い服のベアラー、見ない顔ね。主もいないけど。どこだ？あ、ここか。ベルトランさん、こんにちは。あんたがベルトランか。力を借りたい。そのブローチ、マダムの使いか。ひとまず要件を聞こう。マダムからの依頼で人を探している。この辺りで商いをしている行商人を知らないか？何人か心当たりがあるが、そういや最近ザンブレク兵と揉めていたやつがいたな。おそらくそいつだ。その行商人ならまだ村の中にいる。すぐに見つかるだろう。ほう。だが気をつけろ、印持ち。いくらマダムのブローチを持っていても、この村で目立つ行動は厳禁だ。助けるにも限度があるんでな。ああ、肝に銘じておく。行商人、
お前の主人はどこのどいつだ。一人で散歩させるとは主のしつけがなってねえな。ノースリーチのマダムの使いで来た。あんたに教えてほしいことがある。マダムの？なんだい、それならそうと早く言ってくれ。態度の変わりを。それで何が聞きたいんだ。ここに右目に傷のある兵士が訪ねてこなかったか。ああ来た来た。小汚い櫛を持ってきて、これよりいいのを売ってくれってさ。何でも好いた女に送るとか。あの野郎散々ねぎってきやがって。一悶着あったからよく覚えてるよ。ま、最後はふっかけてやったがに。あんたから櫛を買った後、そいつはどこへ。確か待ち合わせをしてるとかで、近くの遺跡の方へ行ったんじゃなかったかな。助かった、向かってみよう。何、マダムの頼みだ。いいってことよ。それよりマダムにしっかり伝えてくれよ、俺が協力したってことをさ。そこは分かったとは言わないクライブさん。めちゃめちゃ不穏な音楽が。あ、なんか魔物がいますよ。血の匂いだ、嫌な予感がする。食べられてる。あれはオルガ、魔物を片付けるぞ。そっか、トルガルさんがいるもんな。44ポイントもらいましたね。うわー、やべー。男女の死体だ。違うと思いたいが、念のためしろ。いやー、これはひどいことになってるわ。二人とも魔物に襲われたか。この様子じゃ逃げる間もなかったようだな。だいぶ血だらけじゃないですか。やば。この櫛、立ち得ぬなのか。ああ、多分そうさ。ヤニックが入れ上げてた娼婦に違いない。そこに転がってる兵士がお前の探してたヤニックだ。まったく、バカしやがって。出てきた。あんたはノースリーチの訓練所で、どうしてここに。お前が来た後、俺もこいつのことが気になってな、うん、仲間たちと探してたんだ。そっちの目的は娼婦の方だったのか。ああ、マダムに頼まれてな。ヤニックはその女にえらく惚れ込んでた。女が大切にしてた櫛に、それを送った誰かにひどく嫉妬してたよ。彼女に新しいものを買い与えて自分だけのものにするんだってな。この櫛はマダムが食ったものだというのに。恋人がいると思い込んでたんだろう。それにしても何だってこんなところで。確かに。立ち得ぬの櫛を盗んで、それを餌に彼女を呼び出す。そこを魔物に狙われたというところか。あいつのことだ。もしかしたら強引に連れ去るつもりだったのかもしれない。何にせよ最悪の結末になっちまったがな。すまない、マダムに迷惑をかけた。ヤニックの死体はこっちで内々に処理する。女の方も後で夜の帳まで届けよう。いいのか。軍の不祥事だ、尻拭いぐらいするさ。さっきムーアの村でマダムを見かけた。お前を追ってきたのかもしれん。
彼女によろしく伝えておいてくれ。はい。ムーアにイサベルがいると言っていたな。せめてこの櫛だけでも届けなければ。いや、めちゃめちゃ死ぬじゃないですか。これがあれさん、不穏な音楽が流れてますよ。マダム、ご用。無事のようね、クライブ。はい。さっきうちの店にシドとお嬢さんが来たの。うん。この先の教会に来るようあなたに伝えてくれって。わざわざそれを言いに。ありがとう、イサベル。それで立ち絵のことなんだが。あの子のこと何か分かったのね。そうだったの。タチエヌはもう娼婦と兵士の仲がこじれるなんて本当によくある話よ。ただ二人を知る人の心に傷が残るだけ。この櫛が彼女のそばに落ちていた。どうぞ。いろいろとありがとう、クライブ。彼女の遺体が帰ってきたら一緒に弔っておくわ。うん。まだメテオライト。それじゃあ俺はもう行く。待って、あなたたちはオリフレムへ行くのでしょ。うちの乗客から妙な噂を聞いたの。何でもザンブレクの信仰シルベストルがオリフレムを捨てようとしてるんじゃないかって。どういうことだ。ザンブレクとウォールードはたびたび領土争いをしてたけど、今度の再軍備はこれまでとは少し様子が異なるらしくて、用心するに越したことはないわ。気をつけて。わかった、感謝する。丘の上の教会に向かう。はい。こっちから行くんですかね。あの黒い服のベアラ、見ない顔ね。マルク・ディロワ。シドさん。何か落ちてますね。これは何だ。水、黒い水。よいしょ。遅くなった。こっちも今来たところ。先に町の様子を見てきたが、随分と兵が出てるな。俺の顔を知ってる奴がいるかもしれない。だったら裏から潜り込むさ。マザークリスタル。歓楽会。
オリフレーム。いや、すごい建物。スピーディーですね、もう侵入してるわ。そう固くなるな。身を潜めるならこういったところの方が。安全だ。でも、それにしたってここは。めっちゃ声つつなき。お金渡してる。どうするつもりだ。クリスタルの搬出口へ向かう。夜が更けたら出よう。あそこは国の重要拠点だ。警備も国境とは比べ物にならない。さすが元ザンブレク兵、よくご存知で。秘密の抜け道があるんだ。後で案内しよう。詳しいな。元ザンブレク兵の俺よりよっぽど詳しい。ここまでの道にしたってそうだ。実を言うとな、前に一度城に忍び込んだことがある。バハムートのドミナントと勝ち合って、命からがら逃げる羽目になったが。シド、マザークリスタルとクロの一体の話が本当なら。なんだ、まだ疑ってるのか。ただ不思議なだけよ。同じ考えに至った人があなたの他にもいたでしょうに。国ってもんはマザークリスタルという存在があって初めて成り立つ。昔からそう作られてきた。それが黒の一体の原因となればどの国にとっても都合が悪い。確かに。だから声を上げれば異端者とみなされ消されちまうんだ。無慈悲な愛国者たちの手でな。なるほど。その一方で奴らからしてみればドミナントやベアラーは都合がいい。なんせ魔法を使うのにクリスタルを使わない。国費の節約になる。その先に待っているのが全身の石化。つまり死を意味するものだとしても。消えかけのろうそくには情けをかけないだろ。まあそういうことだ。マザークリスタルとクロの一体、ドミナントとベアラ、この因果から抜け出すには人の意識を変えるしかない。だがあいにくとこの世界はそれほど成熟してはいないからな。無理にでも舵を切らなきゃどこへも行けやしないだろ。だがマザークリスタルの破壊は大罪だぞ。はい、はい、悪名が残ることになる。大悪党指導、いい響きだ。ずいぶん軽々しく罪を背負うのね。そう睨むなよジル。美人の怖い顔は箔がつきすぎる。大悪党としてでも名が残るのなら生きた甲斐があるってもんさ。潜伏先は確保したが、ここから先はことをなすまで出てこられると思うな。念入りに支度しておけ。うん。入ったら出てこられないって言われましたが入りますよ。おお。引き返すことはできなくなるって言われましたよ。まあでも入れますけどね。いやもう進みますよどんどん。めっちゃ綺麗や。やけに警備が手薄だ。ウォールードとの戦で躍起になってここの兵士をいくらか回したか。何にせよ好都合だ。それにしてもさすがに勘繰りすぎたか。おい、それはどういう意味だ。
あんたの言う抜け道はいつも敵だらけだったからな。この長い人生にはちょっとした刺激が必要なんだよ。お前みたいな若造だってすぐに老け込んじまうんだぜ。余計なお世話だ。いいかクライブ、何かが変わるきっかけなんて些細な出来事や何気ない一言なのさ。よく見てよく聞きよく話す。人生を豊かにするにはそれが何よりも大切なんだ。面倒があれこれ増えることを豊かになるとは言わないだろう。どうした？何でもない。それでこれからどうするんだった？ああ、マザークリスタルのコアを叩く。そいつを壊せば全体が崩壊するはずだ。いやー、すごいみたいですね。なら行き先は一つか。そうだ、コアが祀られているクリスタル神殿を目指す。クリスタルの牢獄。こっちだ、ついてこい。はい、ということで警戒しておけよ。今回はこの辺りで分かってる終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。大丈夫。